このヌスッと、なんでダミちゃんが私の500万のリザードを持ってんのよ。みんな動画を見てくれてありがとう。私は友達のポケカを盗んでしまいました。よちはたよちざぶろの事件簿。バンギラスの山のだれ。うわぁ、負けた。シュンシュンマジで弱すぎ。ダミちゃん強すぎ。最近やり込んでるからね。ドミちゃんさん、いつからポケカを？最近始めてね。よちはたもやってみる？また今度ですよ、浜川。どうやったらドミちゃんに勝てるんだろう。レアカードでも手に入れてもう少し強くなることだね。そういえばみんなこれ見てよ。じゃーん。自分のリザード。嘘、これ今値段が高騰してすごいことになってるやつだよね。そう、これなんと500万円もするんだよ。それじゃあ次の授業体育だから行こっか。私先行ってるね。ムスク。そういえば今日の鍵当番って誰だっけ？あ、鍵当番私だから何かあれば言ってね。じゃあ行こう。ええ。あ、ごめん、私教室に忘れ物したから取り行ってくるね。おお、じゃあ先行ってるね。うん。ドミちゃん、鍵開けてくれないか。あ、ごめんごめん。じゃあどうぞ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。やっしゃった。次の授業終わった。ない。え？ない。私のリザードがない。どうしたのミチョル。机にしまっておいた私の500万のリザードがないの。どこ行ったの？ちょっとみんなのカバンの中調べてくれない？一応。僕はないね。私もないですね。ありがとう。ドミちゃんは？ちょっとドミちゃん何黙ってんの？私じゃない。私取ってない。おい、授業始めるから席座りや。先生、ちょっと聞いてください。ドミちゃんが私のこの500万のポケカのカードを盗んだんです。うわ、もうこれお前初期版のリザードやないかい。お前これプレミアついてえらいことなってるやつやん。これ盗んだってドミ、ほんまか？いや、私は言い逃れしないで。私のカードがドミちゃんのカバンから出てきたじゃん。ドミ、職員室来てもらおうか。待て。よちはた助けて。私本当に何もやってないの。よちはた、よちはた、はい、
ちょっと待ってください。教室には常に人がいて、ミチョルさんのポケカを盗む隙はなかった。唯一盗めるとすれば、教室に人がいない体育の授業の移動時間。そして教室の鍵を持っていたのはドミちゃんただ一人。わかりましたよ。ポケカを盗んだハドウィンはドミちゃんさん、あなたです。いや、そうなんやて。ちょっと真面目に推理してよ、ちゃんと。ごめんなさい、冗談ですよ。ちょっと待ってください。ではどうやって真犯人はドミちゃんのカバンにポケカを入れたのか。うん、ちょっと失礼しますね。コードをまとめるフックがなぜ天井についているんですか。それもドミちゃんさんのちょうど真下に。よちゃん、何しとるんや。もう行くぞ。わかりました。ええ、本当にわかりました。ドミちゃんさんに濡れ衣を着せた真犯人がね。なんやで、ちゃんと説明せんかい。単刀直入に言いましょう。ドミちゃんさんを犯人に仕立て上げた真犯人は、ミチョルさん、あなたです。え、ミチョルが。私は盗まれた側よ。それに体育の授業中にこの教室には鍵がかかっていた。完全に密室空間だったはずよ。教室の鍵を持っているドミちゃんしか盗める犯人はいないの。ではどうやってミチョルさんのポケカをドミちゃんさんのカバンに入れたかお教えしましょう。これです。テグスですよ。やり方は簡単です。このテグスとポケカをテープでくっつける。そしてこの糸を天井の穴に通す。あとは糸を持ちながら教室を出て扉を閉める。窓からポケカのついた糸を操り、ドミちゃんさんのカバンの中に入れる。あとは思いっきり引っ張るとポケカだけがカバンの中に残り、糸は巻き取って回収。完全密室空間での犯行が可能ということです。すごい。ちょっと待って、だから何。私がやった証拠なんてどこにもないじゃない。ちょっと手を見せてください。ちょっとやだ。この手の傷、紐を強く引っ張った時についたものですね。シュンシュンさん、ゴミ箱にテグスが捨ててありませんか。え、手から出た血の DNA とテグスについた血の DNA を鑑定すれば犯人が見つかるかもしれませんね。いかがですか。なんでこうなっちゃったかな。そうよ、私がドミちゃんのカバンの中にポケカを入れた犯人よ。ミチョル、なんでそんなことを。うざかったのよ。可愛くて勉強もできてポケカも強くて、だから痛い目見せてあげようと思っただけ。そんなことをしてもドミちゃんには勝てませんよ。あなたは自分というポケットの中のモンスターに負けたんです。そうかもね。じゃあミチョル、職員室来てもらおうか。ヨチハタ、あんたほんとすごいね。何者なの。私ですか。私は与千畑与千三郎、探偵です。いや、皆さん、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この物語はフィクションなので、良い子は絶対に真似しないように。では次の事件も私が解決してみせます。ばっちゃんの投げかけて。ヨチハタ、そのポケットに入ってるポケカ、先生に返しなさい。すみません。いきます。3、2。
この絵開かないな。ごめん、早くセリフ言ってよ。あったあれ、ドミちゃん、鍵開けて止まるから、いつまで。ちょっと頭いっぱいなってますけど、